最短ルート上がルート。難関資格の最短ルートは上がルート。はい、それではですね、教員採用試験対策講座の教職教養担当いたします学田です。よろしくお願いします。これからこのですね、教職教養という科目をですね、テキストの順番である教育史、教育心理、教育法規、教育原理の順番にですね、学習をしていきたいと思います。学習を具体的にですね、始めるにあたりまして、注意事項といいますか、少しね、皆さんにどういうふうな、こう心がけというかですね、行動で聞いていただければ効率的になるのかという話ですとか、ちょっとですね、ここはご留意くださいという点等々をですね、最初にお伝えしていきますので、それを聞いていただいて対応していただくとですね、より効率的になるかなと思いますので、よろしくお願いします。それはですね、後でテキストの始めにの部分にですね、書いてあることはそこを一緒に読み合わせしながらですね、理解していただこうと思いまして、それ以外の点というところをですね、初めに申し上げておきたいと思うんですが、それはですね、ズバリご自身の受けられる自治体で、全然ね、出てないなという分野、科目ですねは、大胆にですね、こうチャプター飛ばして聞いていただければということです。例えばですね、教育心理という科目が、全然この5年間ぐらい自分の受けられる自治体で出てないなというところはですね、ほとんどの、確率というか、可能性としてですね、出ないと思うんですね。その皆さんが受けられる年度もね、よほどなんかちょっと変化したっていう時はそういうね、変化があるかもしれませんけど、特に募集要項とかも変わらずで例年通りで行ってる場合はですね、出てない科目はおそらく出ないなと思っていただいた方がいいと思うんですね。はい。で、そこが分かっているのにですね、このチャプターの順番でいきますと、その教育心理が終わっ、ごめんなさい、教育史が終わった後にですね、教育心理になるわけですけど、そこのチャプター分ね、聞いていただいても、試験に直結しないっていうことになっちゃいますので、飛ばしていただいていいですよっていうことですね。で、これを、申し上げるとですね、でも後に行けば行くほど前の部分を知っていることを前提のような講義になるんじゃないですかとね、思うかもしれないんですけれども、結構教職教養という科目はですね、重なっている部分が全くないとは申し上げないんですが、各ですね、内訳の科目ごとがかなり独立していますので、そのね、重複箇所が少ないということがありますし、また若干重複してたとしてもですね、出る出題の観点がやはり科目ごとの特色で違ってたりもしますので、テキストの前情報をあまりですね、基地情報としたような講義も私自身行いませんので、その辺は安心していただいて、飛ばしていただいてもいいかなというふうに思います。すなわち、教育史というところをね、最初にやっていきますが、そこでソクラテスという人が出てきたとしますね。そのソクラテスという人は確かに教育原理の中のですね、教育方法みたいなところにもソクラテスが出てくるんですけれども、この時に教育原理のチャプターの方でソクラテスという人は教育史の方で出てましたよね、ですからそこを聞いてください、割愛しますみたいな風に進めてはいきませんので、一応教育原理としてソクラテスはここを押さえておいてくださいってことは申し上げます。ただ、全部を聞かないとね、全部がまんべんなく出るから全部を聞かないといけないっていうね、自治体を受けられる方もいますので、逆にその方にはですね、ここは、教育史で結構ね、もう押さえている方は大丈夫かもしれませんっていうことで、それ全部受けられる方がちょっとね、飛ばせるような言い方はするかなと思うんですけど、そういうことをですね、ちょっとご留意いただいたらなというふうに思います。やっぱりですね、時間ってね、有限ですから、対策に向けてですね、分かんないから何回かやるのは全然 OK だと思うんですけど、分かるところを何回もね、やるっていう風だと、ちょっともったいないかなみたいなね、ところがありますので、初めですね、お伝えをしておきました。はい。で、それ以外の効率的になるためのですね、学習について、初めにをこうね、見ながら確認をしていきたいと思います。まずはですね、インプットをしていくわけですけれども、その教職教養の知識をですね、そのインプットはやっぱりアウトプットを想定してですね、インプットしていった方がいいかなっていうところはあります。
で、アウトプットとしての形態はですね、まあ、一部の自治体は違うんですけど、ほとんどの自治体がですね、まあ、選択式でこう出てるんですね。これね、選択式で出てると。ですので、例えばこの丸の一番のような、まあ、穴埋めのような形ですね。はい。まあ、この穴埋めを記述で書かせるっていう自治体もあるんですけれども、多くの自治体は語群が別にあってですね、まあ、この問題で言えば、すべて国民は健康で文化的な、まあ、最低限度の生活を営む権利を有するとなりますから、その最低限度っていう言葉が語群のどれの記号なのか、みたいなね。ね、記号の、じゃあ、例えば、おにあったから、あ、これだって選べばいいってことですね。こういう選択式の問題か、もしくは丸の2番のようなですね、まあ、正誤を判定させるんですね。まあ、ちょっと読んでみますと、公立学校の地方公務員です。あ、ごめんなさい。公立教員は地方公務員ですが、公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりませんが、その職を引いた後は、そのような拘束はない。に対して、まあ、こういうようなね、鍵括弧で書いてあるものが選択肢にあるわけですね。これが、まあ、合っていれば、まあ、丸で正しいということになりますし、間違っていれば、まあ、罰だよねっていうことですね。で、どうなのかっていうのは、まあ、今後ね、こういうのは体系だってお伝えしますが、一応ここだけでお伝えしておくと、まあ、退職後もですね、秘密は漏らせないと。いうふうになりますので、この丸のね2番のものがもし当日ね出た場合はもう罰の選択肢だというふうになるわけですけど、これは、退職後もねずっと秘密って守らないといけないなっていうふうなその内容を覚えておかないといけなかったりしますね。ですのでこの、教員採用試験では何度もよく出る条文とかですね、あるいは文章を読んでその条文の趣旨とかですね、そういう内容、あるいは最低限度といったようなキーワード、こういったものをですね、覚えていくっていう必要があります。ので、どういうふうに覚えていったらいいのかっていう時に私がですね、これはよ、ここが穴抜きされやすいですとかですね、ここを分かってるかどうかっていうね、正誤を判定させる問題がよく出ますとかですね、まあ、そういうような言い方をしていきますので、まあ、どういうふうにこうね、覚えて、アウトプットしなきゃいけないのかっていうところをですね、考えながらですね、講義を受けていただくといいかなというふうに思います。はい。で、それがですね、まあ、ステップ1番のところにですね、まあ、こういうふうに講師がここは覚えてとかですね、この部分がよく出ますというような話をしていきますので、それをですね、まあ、メモっていただくとかね、よく出るとかですね、ここに注意とかね、まあ、そういうふうに書いていっていただく。あるいは、まあ、覚えるときにですね、どうしても、丸暗記に近いような部分もどうしても出てきちゃうんですけど、そういうところを覚えやすい語呂とかエピソードとか具体例とか、こういったことをですね、お伝えしていきますので、それなんかもちょっとね、メモっておいていただいて、まあ、覚えるのにね、使っていただければというふうに思います。もちろんね、自分でこう語呂とか考えて覚えるの得意だって人は開発していただければいいかなと思うんですけど、まあね、こういった、覚え方で覚えたね、人間が目の前にいて喋ってんなというところを参考にしていただいてもいいかなと思います。そういうのをね、どん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 こうね、書き込んでいっていただくと。ね、それから、まあ、マーカーなどで引いておくということですね。そうすると、ね、どこが大事なのかっていうのが分かってくる、それですね、まあ、対策本化された状態になってくると思いますので、まあ、それをぜひともですね、やっていただきたいと思います。はい。で、その後ですが、分かるっていうことがね、できた後はやっぱりできるにならなきゃいけないんですけど、分かるからできるへとですね、移行させるためには、やっぱり何回もですね、練習しないと、いけないんですよね。ですので、まあ、読み込みを何度もですね、していただきたいと思います。はい。まあ、何でもそうですよね。例えば、逆上がりをね、小学生とかで覚えましたとかね、まあ、保育園ぐらいで生やしたと覚えちゃうかもしれませんけど、まあ、そういう時もやっぱり1回目はできないけど、何回も何回もやってるうちに、まあ、それができるようになってったりしますよね。それっていうのは、まあ、こうやって勢いつけてぐるんと回ればいいんだっていうことは、多分1回2回ね、教えてもらえば、その理屈はわかるんですけどね。ただそれが実際自分が逆上がりができるようになるには、ちょっと練習が必要になりますよね。ですので、1回聞いて、分かったからもういいってやっていくと、やっぱりですね、試験直前になってくると問題が解けないぞっていうねことになってしまいますので、ぜひとも何度もね読み込んでいただければというふうに思います。はい。そしてステップの3というところですけれども、まあご自身でですね、この問題集、テキストにも問題集というかね、問題部分がありますけれども、そこだけではね、やはりちょっとね足りないかなと思った場合とか、
にはですね、まあ、死亡実態の過去問を解くっていうのがまあ王道かなと思うんですけど、それを解いていくとですね、この本はやはり、まあ、合格に必要十分な知識は入れている構成にはなってるんですけれども、満点が取れるようには作られてはいませんので、ちょこちょこですね、知らない知識とか出てくると思うんですね、問題を解くと。でそれはぜひともね、せっかくそこまで過去問まで使って演習してるわけですから、あの関連する事項のページにメモをしていくということをしていくと、どん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 ですね、あの自分オリジナルの、その自治体オリジナルの対策オリジナルの参考書にもなっていくと思いますので、そうやってですね使っていっていただいて、そうするとやがてですね、まあ、テキストはちょっとボロボロにね使い込むことになるかなと、ね、思うんですけど、まあ、それってね、やっぱりこんだけ頑張ってきたぞっていうね証にもなって、これがまあ試験当日落ち着いた気持ちで臨んだりとかできる、合格できる自信にもねつながってくると思いますので、まあ、そういうふうにですね、このテキストをぜひとも使い倒して、ね、いただきたいというふうに思いますので、まあ、そうやって、言うつもりでですね、この講義を今後ですね聞いていっていただくと、皆さんのね自己実現が図れるかなと思いますので、ぜひとも一緒に頑張っていきましょう。それではね、次のチャプターから内容の方に入っていきたいと思います。